おはようございます。ただいまより2020年6月14日の誠実礼拝を始めてまいります。まずはじめに、少子詩篇第128編を拝読いたします。いかに幸いなことか。主を恐れ、主の道に歩む人よ。あなたの手が漏した、漏して得たものはすべて、あなたの食べ物となる。 あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて、豊かな房をつけるブドウの木。食卓を囲む子らはオリーブの若木。見よ、主を恐れる人はこのように祝福される。シオンから主があなたを祝福してくださるように、命のある限りエルサレムの繁栄を見、多くの子や孫を見るように。 イスラエルに平和。それでは皆さん、共に主に賛美を捧げて参りましょう。詩幣、新聖歌第136編、三玉よ下り手を賛美いたしましょう。 に主の見前に,主の,御前に、えー、主の祈りを捧げて参りたいと思います。主の祈り。天にまします、我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を 今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力とえとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。 え皆さん、6月第2の誠日を迎えています。まだ今でも集まって、街道に集まって礼拝を持つことができません。本当にこのコロナウイルスとの戦いが続いています。で、そのコロナウイルスについての、本間慎次郎医師による感染を恐れない暮らし方という本の紹介文を読み,読みました。 で、その本によりますと、すべての人類にとっての脅威である新型コロナウイルスとどう対峙すればよいのかについて書かれた本だそうです。うん、ウイルスを完全に排除することは不可能であり、また完全に排除しようとすることが自然に反した行為であるということだそうです。感染しないように努力することは大事だが、それ以上に重要なのは 感染しても命を落としたり、重症化しないための免疫力を備えること。そのためには生き方を見直し、自然に抗わない生活を送るべきということだそうです。コロナウイルスを必要以上に恐れないことですね。そしてそのため、新型コロナとの付き合い方としていくつかのことが提案されています。 自然に沿った生活を送るべし。過剰な清潔思考は健康を損なう。免疫力を高める上で最も重要なのは腸内細菌。和食、発酵食を尊び、砂糖、小麦粉、牛乳は避けるべし。風邪を薬で治す人は大病にかかりやすい。医療を否定するのではなく、 必要な時に効果的に利用することなどだそうです。えー、一度この本を読んでみたいですね。でも、まあ、これらのことを参考にすることもいいでしょうけれども、忘れてならないことは私たちの救い主である主、イエス、キリストを見つめつつ主と共に生きるということです。私たちの主こそ作り主であり、癒し主であります。この朝も共に 主に礼拝をお捧げしてまいりましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今日もまだ集まってこの街道で共に礼拝を持つことができませんが、動画を通して礼拝を守っておられます各家庭の皆様の上に精霊の助けをお与えくださり、主の御言葉を通して誠の神との おまじわりの時を持たせてくださり、この礼拝を祝福してお導きください。この礼拝のために撮影や編集、また配信、いろいろな背後でのご奉仕をくださっている皆さん、お一人お一人を主が豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。また、このような大変な状況の中でありますけれども、必死にまあ子育てをしておられますお母さんたち、保護者の皆さんを 主の御てが支えていてください。日々の労苦に主が豊かに報いてくださいますようにお願いいたします。重荷を軽くしてくださり、平安の中で過ごすことができますようお導きください。いよいよ夏,いや夏休みを迎えましたが、そういう子供たちですけれども、例年とは大きく違った夏の過ごし方となります。子供たちの心と、また体の 健康を守ってくださり、成長をお導きくださいますようにお願いいたします。新型肺炎の予防のためのワクチンや、また治療のための薬の開発が進められ、今の状況を早く収束させ、平常の生活を取り戻すことができるように助けを与えていてください。この国のリーダーとして立てられている大統領や政治家の 方々を、主を恐れ敬う心と信仰をお与えくださり、正しい判断を下すことができますよう、神の助けをお与えください。そして私たち国民が安心して日々を過ごせるように、また早く仕事に復帰することができるよう、お導きくださいむすようお願いいたします。今、重い病と戦っておられます、神の家族、 苦しい治療を続けておられる患者の皆さんをどうぞ癒し主であるあなたの御手が支えてくださいますようにまたいろいろな病、痛み、心に重を負っておられる方に主の平安をお与えください。人々の日々の必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。今も大きなリスクを負いながらも最前線で働いておられる 医療従事者の方々の安全をお守りくださり、病の治療を続けておられる方々の健康の回復のために用いてください。また人々の生活をたたえ支えるため、安全を守るために働いておられる全ての皆さんのその働きを祝福し、共にこの困難に打ち勝って勝利することができますようお導きください。今、米エリアで持たれています。また、全米で持たれています。 私たちの、この、教会、キリストの教会、また姉妹教会の上に、経済的必要を満たしてくださり、これからも続けて、牧会、伝道、宣教また教育、それぞれのミニストリーが続けられていきますようにお導きください。この朝も、各家庭へ礼拝のメッセージが届けられ、魂の糧である、御言葉によって、神の恵みに預かり、皆さんの心と、 体の健康が守られますように、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。えー、それでは、この朝、えー、語られます、えー、聖書の御言葉を拝読したいと思います。えー、この朝は、えー、マタイによる福音書の12章から えーえー、の、メッセージであります。ちょっと長いですので、えー、最後の部分、この12章の15節から、えー、聖書をお読みいたします、えー。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは、皆の病気を癒して、 ご自分のことを言いふらさないようにと今しめられた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。みよ私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者このしもべに私の礼を授ける。彼は違法人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、 その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らずくすぶる闘身を消さない。違法人は彼の名に望みをかける。この朝、このところから違法人の望みなる主イエス・キリストという題で お話をしたいと思います。この、マタイによる福音書の12章に入りますと、イエス様とファリサイ派との対立が、いよいよ激しさを増していきます。そしてついに、この14節には、どのようにしてイエスを殺そうかと相談するようになっていった、というのです。その結果、イエス様の福音は、知恵ある者や賢い者には隠して、 幼子なようなものに与えられると言われたようになり、また、違法人へも与える、与えられることになっていきます。違法人は彼の名の、彼の名に望みをかけると、まあ、言われた、この救い主、主イエス、キリストを見つめつつ、この朝も礼拝を捧げしたいと思います。えー、三つのことを見ていきたいと思います。まず最初に、安息日の 主なるイエス、ということです。このはじめの、この十二章、一<ー>節、えー、からちょっとお読みいたします。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の方を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは、 安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭祀の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。えー、今も言いましたように、 この、弟子たちが麦の方を摘んで食べ始めたことを、まあ、咎めたということでありますけれども、3節には、えー、ダビデ王がしたことと同じことでありました。えー、そして弟子たちのしたこと自体は、果たして、ま、旧約聖書の立法で禁じられるようなことだったのでしょうか。一体、このハリサイ派の人々は、何に違反したことを咎めたのでしょうか。 安息日は人のために定められたもので人が安息日のためにあるのではないというのがイエス様の教えです。またイエス様は安息日に神殿にいる祭司は安息日の起き手を破っても罪にならないと立法にあるのを読んだことはないのかと言っておられます。安息日に 神殿にいる祭司は最も聖なる日に神に仕える人たちです。ですから、起きを破っているとは考えられていません。そうであるならば、イエス様の弟子たちもまた最も聖なる神の御子に仕えるものですから、起きを破っているとは言えないのです。そこで、イエス様がご自分がどのような立場のものなのか、 どのような存在であるかを彼らに教えようとして言われた言葉が6節、7節、8節です。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを とがめなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。えー、イエス様はご自分のことをここで神殿よりも大いなるものとされ、人の子は安息日の主であると宣言しておられます。暗則美。それはモーセに導かれて、 このエジプトを出たイスラエルの民がこのシナイ山というところで神様と契約を交わしたその言葉の中に記されました。それは神とイスラエルの民の契約の印です。エジプトを出たイスラエルの民を導かれた神との交わりのための規定です。ですから 神殿と安息日は深いつながりのあるものです。しかし今、神の臨在を象徴する神殿よりも偉大な方。神ご自身がここにおられるのです。この巫女がご自分の体を神殿として身にまとい、人の前に立っておられるのです。イエスの弟子たちは、 神殿で使える祭祀に勝る聖なる働きをしています。ファリサイ派の人々が、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという預言者ホセアの言葉の意味を正しく理解していたならば、弟子たちを咎めたりはしなかっただろうということです。イエス様こそ神殿や安息日が長い間、 待ち望んでいたお方です。首都パウロは殺さえ人の手紙の中でこう言っております。だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批判されてはなりません。これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。というふうに言っています。 で、その、あと、二つ目のこと。今度は、旧説以降。手の癒えた人の癒しということですね。ちょっとお読みいたします。<laughs> イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると、片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日に病気を治すのは立法で許されていますかと尋ねた。そこでイエスは言われた。 あなたたちのうち、誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。えー、このようにイエス様が、まあ、語られたところであります。で、このファリサイ派の管理する、まあ、街道に、 ま、入っていかれました。で、そこで、片手のないた人がいたということですね。人々はイエスを訴えようと思って、この安息日に病気を治すのは立法で許されていますかと、ま、尋ねたとあります。えー、この前にですね、え、麦、麦畑での論争、ま、がありました。でも、論争の後、彼らは一言も、ま、答えられなかったということです。で、今度は、 確実にイエス様を訴える口実を作るために仕組まれた陰謀ということをそのように見ることができますね。私たちはもし教会で誰かに何か嫌なことを言われたとするともうそれだけで教会に行くのが嫌になってしまうっていうようなこともあるかもしれません。しかしイエス様は毅然とした態度で神を礼拝する安息日に 街道に入っていかれました。神を礼拝するということのためには、まあ多少の困難があったとしても、まあそこを乗り越えて神の前に出るということを大切にしなければなりません。すると、まあそこの街道には片手のないた人がいました。泣えたとは、まあ、枯れたというまあ意味で、 どのようなことでそうなったのかはわかりませんが、手が動かなくなっていることです。ルカはこの人の苗た手が右手であったということを記しています。おそらくこの人にとっては、まあ、利き腕であって、えー、しかも、まあ利、利き腕が苗、まあ、いてしまった、動かなくなってしまったということは、まあ、仕事ができないという、まあ、この人にとってはとても大きな問題でした。 しかし、まあ、人々は、イエスを訴えようと思って、この安息日に病気を治すのは立法で許されていますかと、まあ、尋ねたんですね、えー。この質問は明らかに、イエス様をトラブルに巻き込もうとする、まあ、悪意から発せられたものと言っていいと思います。当時であっても、 必ずしも安息日に病人を癒す行為が禁止されていたということではないようです。しかし、命に関わる病気と、えー、そうではない病気をまあ決めるのは、どうやら立法学者たちなので、まあ、彼らの判断によってまあ認められる病と、治、えー、しちゃいけない認められない病とがまあ決められていたようであります。イエス様が 安息日に病気を治されたことは他の福音書を含めて何度も、えー、イエス様はそのようにしておられます。えー、しかも群衆の方でもこの安息日に多くの病人をイエス様のもとに連れてきているのですから人々からも支持されていた行為だと言ってもいいでしょう。彼らがこのような質問をしたのは麦畑での論争の折にイエス様が 神殿よりも偉大なものがここにあるとか、人の子は安息日の主であると、ご自身を神と等しいものとされたからでしょう。そのことが彼らがイエスを殺そうと話するような動機となっていったわけであります。イエス様は彼らの,間彼らの問いに対して、 あなたたちのうち、誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうかと、まあ、とっておられます。当時の厳格なファリサイ派の間でも、穴に落ちた羊を引き上げるという行為は、安息日でも認められていたようです。そして、その羊よりも、もっと大切な人と、 比較して、安息日に良いことをするのは許されているかと言って、この男の人の泣いた腕を癒されました。良いことをすることができるのに、それをしないということ、それはイエス様にとっては悪を行うことと同じだということでしょう。病の癒しに限らず、 他のどのようなことでも安息にしだからという理由で良いことをしないということは、これは、えー、このことには本当に、えー、同意できません。えー、階段階段この街道にいましたファリサイ派の人たちは自分たちで癒すことのできないにも、自分たちで癒すことができないにもかかわらず、この人を癒すことのできるイエス様に対して、ただ、 攻撃の材料、訴えるための口実を作ろうとしている、まあ、彼らの悪意をイエス様はちゃんと見抜いておられました。イエス様のこの問いかけに、またも彼らは答えられなかったのか、あるいはそれとも答えたくなかったのか、まあ、どちらかわかりませんけれども、彼らの堅タな,な心に対して深い憤りを感じられたことでしょう。 彼らの答えを聞くまでもなく、その人に手を伸ばしなさいと言われ。すると、もう一方の手のように元通り良くなったということです。それを目の前で見ていたファリサイナ派の人々は街道を出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したとあります。まあさすがに街道の中で殺しの相談は彼らにはできなかったのでしょう。 そのようなそもそも考えを持ったこと自体が街道に集まる神を礼拝する者の心の中にはあってはならないことです。彼らはイエスを訴えるために安息日の規定を利用して議論しましたがそもそもイエス様に対してこのイエスという人物は自分を神と同等なものとして 神を冒涜するものであるという、そういう受け、受け止め方、見方の問題であり、それが彼らの信仰の問題でありました。バプテスマのヨハネの登場によって、ユダヤ銃でメシア到来の期待が高まっていた中で、彼らが安息日ごとに、主よ、早くおいでくださいという、そのような祈りが捧げられていました。ところが、その場に、 人としてご交誕くださった神の御子が立たれると、このイエスは神を冒涜するものだと決めつけて殺そうとしたのです。彼らがどんなにイエス様の教えや力強い御技を見ても、彼らの心には救いの真理は隠されていました。この片手の苗えた人だけが疲れた者、重荷を負う者は、 誰でも私の元に来なさい。休ませてあげようと言われた、主イエスの恵み,恵みに預かることができたのです。三つ目のことは、この癒しの結果、実に預言者イザヤのその予言が成就したということであります。ファリサイ派の人々がどのようにしてイエスを殺そうと相談していることを、ファリサイ派の人々が えー、こう、イエスを殺そうと相談していることを知って、イエス様はそこを立ち去られたとあります。ところが、大勢の群衆が従ってきたとあります。それで、イエスは皆の病,皆皆の病気を癒して、ご自分のことを言いふらさないようにと、まあ、戒められたとあります。で、その後ですね、マタイはこの預言者、 えー、イザヤの、えー、言葉をまあ引用しています。身を私の選んだしもべ。私の心にかなった愛する者。このしもべに私の霊を授ける。彼は違法人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。 違法人は彼の名に望みをかける。これはイザヤ四42章の一節から四節の言葉です。で、この暗息日に語ってのなえた人を癒されたことと、この預言者イザヤの預言が実現成就したこととが、どのように関係があるのかということですが、彼は争わず叫ばず、 その声を聞く者は大通りにはいないという、このイザヤの言葉は、実にこのファリサイン派の人たちが殺害の計画を立てていることを知って、イエスはそれを知ってそこを立ち去られたという、そのところに成就されたと、まあマタイは見たのでしょう。そして立ち去ったイエス様についてきた大勢の群衆がいました。その中の病人を、 癒されました。しかし、ご自分のことを言いふらさないように戒められたというところ、そのところに彼は争わず叫ばずという、この預言者以前の言葉の上司と見ることができると思います。そして、イエス様はたとえ安息日であっても疲れた者、重荷を負う者であった、この人をお見捨てにはならず、 たとえ、ファリサイ派の人々との対決がどんなにエスカレートするとしても、決して彼らを恐れないで、病の人を癒されました。救い主の深い愛と哀れみの姿は、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さないという予言が成就したと言えると思います。 傷ついた足とは、まあ、使い古した筆のことです。本来ならば折って捨ててしまうものでありますが、それをもう一度活かして、まあ、再生し役立たせて使うことができるようにするということです。その後のくすぶる闘芯も同じように、まあ、使い続けているランプの芯は黒くなって 燃えなくなってしまいますが、それをもう一度明るく輝かせることができるように回復するということです。ファリサイ派の人々はこの片手の泣いた人を癒すことができませんでした。しかし、イエス様はこの人を癒して社会生活を送ることができるように回復してくださいました。消えそうになっていた心に再び明るい希望の火が されたのですこのようにして、イザヤが予言した、メシア予言が成就していきました。イザヤがこの42章で,42章で予言している救い主の姿は、しもべとしておいでになる、謙遜な姿です。争わない、叫ばない、傷ついた足を折らない、くすぶる、くすぶる闘身を消さない、と、 言われたニューアナお方ですファリサイ派の人々が自分を殺そうと相談していることを知ってもそこを立ち去られたというのが理由まあここに理由があると思いますイエス様が伝道の拠点とされたところは違法人のガリラヤと呼ばれた土地でしたそこに多くの違法人たちもやってきて イエス様の福音を聞きました。文字通り、イザヤの予言が成就していったのです。父なる神が使わされたしもべなるメシアは、異邦人に福音を語りました。この異邦人伝道こそ、イザヤ書42章で描かれているメッセージの中心です。 イエス様はしもべなるメシアとして、違法人に福音を語り、正義を知らせる救い主としておいでになりました。またやそのことをよく理解していたので、違法人は彼の名に望みをかけるとしたのでしょう。この十0章でイエス様が弟子たちを使わされて行った先は、実はイスラエルの家の失われた羊たちのところでありました。 ところ、そしてそのところで、天の国は近づいたと述べ伝えなさいと命じておられます。ところが、そのイエスのあ、そのイスラエルの家の失われた羊と言われた者たちは、イエス様が安息日の主としておいでになったのに、その安息日の主を殺そうと相談していたのです。このようにして、主イエスの福音は、 違法人たちに述べ伝えられ、違法人は彼の名に望みを置くということが実現していきました。首トパウロは、ローマの信徒へ書き送った手紙の中でこのように言っています。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ種がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かに お、お恵めぐみになるのです。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。と、このように言っています。私たちが呼び求めるお方、望みをかけるお方は、このイエス・キリストの他に誰もいません。今週もまた、この主イエス様を見上げつつ、新しい主の歩みを始めてまいりましょう。お祈りいたします。 恵み深い天の父なる神様、この朝も幼子のようにして、あなたの言葉に聞き従う一人一人を恵みに満たしてくださり、また、魂のうちに心のうちに豊かな神の平安を備えてくださいますようにお願いいたします。身を私の選んだしもべ、 私の心にかなった愛する者、この下辺に私の礼を授ける。彼は違法人に正義を知らせると、このように私たちの本当に希望となってくださった。そのイエス様の言葉に心から感謝いたします。この新しい主の歩みもどうぞ守り、導き、支えていてください。御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは皆さん、共に新聖歌の310番、愛するイエスよを賛美いたしましょう。 我、青木、小犬が悪ば、我らの周囲エス・キリストの恵み。父なる神の愛。精霊の親しい交わりが。今、主の御前に礼拝を捧げています。それぞれのご家庭の上に。皆さんお一人お一人の上に。今も後も余裕限りなく、あらせたまわらんことを。アーメン。 それでは今週もまた主を見上げつつ希望を持って歩んでまいりましょう。これでこの朝の礼拝を終わりにいたします。